疲れ様です。ありがとうございます。先ほどの試合振り返ってみていかがでしょうか。チームとしても個人としても決定機などたくさんあった中で決めきれなかったことが準優勝という結果で終わったと思います。この大会振り返ってみていかがでしょうか。全員で歯を食い縛って最後まで戦い続けるっていう部分ではすごくいいものが得られたと思います。今年の目標などあれば教えてください。総体に向けてまた一つ一つ改善して総体は絶対九州一を取れるように頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。